新市長総刊号の表紙新市長は、日本の文芸雑誌である。帝国文学に対抗して1907年、幼いカオルが創刊したがるわず挫折。以後、帝大勢により復活され、東京大学系の同人誌として、後に続いた。特に第三次外四次新市長の同人、菊池博士、芥川龍之介、久米正雄、松岡譲らを新市長派と言い,い、 大正文学の一つの拠点になった。新市長の名は、前任者の了解を取れば、誰でも使用することができた。東京帝国大学を卒業する1916年頃の、第四次、新市長のメンバー。一番左から久米正を、松岡譲る、芥川龍之介、なるせ正一。幼いの編集により総合的な文芸雑誌として、創刊。 資金は、幼いの知人の援助による、チェーホフの翻訳やイプセン研究会の記録などを掲載。6号まで刊行谷崎淳一郎、和辻哲郎、足田人志、木村聡太、後藤松を、大貫商船、小泉哲らが参加。谷崎は、デビュー作、誕生や出世作、姿勢などを発表。幼いが、総刊号に小説を寄稿。実態は、 東大の学生だった谷崎らの同人誌で有名な新市長の名を借りたようなもの。足田によるアナトールフランスの短編小説の翻訳が原因で発売禁止処分を受け財政難で終焉を迎える。第一高等学校在学中の三宮城を中心に創刊。久米正夫、松岡譲、戸島義を山本雄三らが活躍。 おさないが、総監号に評論を聞こう。芥川龍之介も、翻訳などで参加。この絵踏みや井川康もアイルランド出身作家の作品を翻訳。他に、成瀬正一、土屋文明、佐野文雄、を、藤森聖吉、菊池博士。久米が劇作家として、豊島が小説家として、世に出た。成瀬正一、久米正雄、菊池博士、芥川龍之介。 松岡譲が参加。総刊号に掲載された、芥川の花が、夏目漱石に激賞され、久米芥川が小説家として、世に出た。中戸川吉次、佐治祐吉、福田幸夫、村松正敏、渡り正し、川端康成、近東光、鈴木彦次郎、石浜金作、酒井正虎が参加。後、文芸時代に発展する。大家総一、 飯島忠志、ゆちた朝野明、手塚富代、尾形勲忠志らが参加。秋山六郎兵衛、手塚富代ら、常川博、深田久也、小林勝、青江俊二郎ら。第九次の常川、深田、小林、青江に加え、福田清人、那須達蔵、一戸勤務が参加し、1929年5月号から、第十次とする。 常川が文芸都市、深田が文学、小林が PCL 客本部へと分散し、一年ほどで終了。福岡高等学校出身の福田、那須、浦和高等学校出身の一個が入り、一光系という伝統は崩れた。小島照正、堤重久、山下はじめ、平田志三郎ら、中井秀夫、吉幸淳之介、島中法寺ら、 旧制高知高校同窓の三浦守門、坂田博夫、荒本光一によって1950年に創刊。翌年に、東大独分のグループの野島門林玉木、村上衛らや、久慈光一、臼井義美の紹介により、その綾子が参加。その後も、岡谷孝二、村島健一の紹介により、竹島茂、原春夫、有吉沢子、梶山俊幸らは参加。 また、阿川博之と奥野竹雄も関わっている。雑誌、新調で同人誌推薦作としての作品掲載もあった。また、1957年に芥川小推薦の一票を得た。有吉、そのは同時期の原田康子と並べて、最女の時代とも称された。1958年まで17号を発行した。作品集として愛と死と青春とがある。 磯田光一、小野二郎、近藤光人、杉光彦、有、り、二郎、中井達夫らが、将軍者を版元として刊行した。一号から六号将軍者版。杉光彦を中心に数名が同人として参加。野口武彦、金閣英、郷正文、元吉水江、矢島照夫が加わる。東大の学生を中心に五号続いた。沼野光吉、松浦崎。 川崎里子、沢井主雄、宗近慎一郎、木下渡る、藤田修羅が参加した。ありがとうございます。